ミールアーム、ミールアーム、ミルアーム、あるいはミルアーム、ミルウォーム、ミールウームは、飼育動物の名前さとするために飼育、増殖されている、ゴミムシダマシカのカブトムシの幼虫の総称であ、ゴミムシダマシカの構成種には、穀物倉庫などで、諸国外虫となっている種がいくつも知られている。こうした昆虫は本来乾燥した土地で地表に落ちた、イネ植物の種子や、腐食質。 動物の死体などを食べて生活していたものが人間が食物を貯蔵するようになると屋内に生活圏を広げたものと考えられている。このように屋内生活に適応した昆虫は人工的な飼育環境に適応しやすく容易に大量増殖ができるため実験動物や名前差し量として飼育されることがある。特にゴミムシダマシカの昆虫の中型種。 大型種の幼虫の大きさは、生餌が必要なことり、爬虫類、両生類などの餌として、好ましい大きさであり、また、幼虫期間が長いため、一年中餌としての供給が可能である。そのため古くから、ペットや動物園、研究施設における飼育動物の生餌資料としての飼育が行われており、ミールワームと呼ばれてきた。ミールワームとして、 古くから飼育されているのは、米のゴミ虫まし、トネブリオ・オブスクルス・ファブリチウス、1792、茶色米のゴミ虫まし、ティーモリター・リンネウス、1758の2種である。日本国外で、ミールワームといった場合普通校舎を指し、校舎のみが、分子生物学や、分子電学の研究にも使われる。前者は高温に強く熱帯から温帯に広く、分布するが、 元来は、インド原産と考えられている。日本でも、諸国外中として、すでに野生化しているが、日本国内では、商業的な増殖や流通は行われいない。幼虫の体色が暗い色調の褐色であるため、ダーク、ミールワームと呼ばれている。一方、校舎は低温に強く温帯の冷涼な地域に広く分布するが、元来は、ヨーロッパ原産と考えられている。 日本では諸国外中として野生化しているという確実な報告はほとんどなく野生化の現状は不明である。日本国内で古くから商業的に増殖され、主としてミルワームの商品名で流通しているミールワームはこの茶色米のゴミ虫だましの幼虫である。幼虫の体色が高褐色であるためイエローミールワームと呼ばれる。また日本国内で単に ミールワームといえば、ほぼこの種を指していると考えてよい。これらの2種が小動物の餌として、飼育増殖されるようになったのは20世紀に入ってからと推定されており、また商品化されて販売されるようになったのは、第二次世界大戦以後のことであらしい。鳥類の餌として1990年代になって登場し、それ以後日本でも、 流通量が増えているのが、中南米原産で、以前からアメリカ合衆国に増殖業者が多かった、やけし大ゴミ虫マし,し、ゾフベスアトラトーゥースファブリチウス、1775、ザゴーボスモリオの幼虫である。米のゴミ虫マし,しや茶色米のゴミ虫マし,しよりも、はるかに大型であり、それらの幼虫が成長しきった時の体長が17ミリメートル、前後なのに対し、 つや消しをゴミ虫だましは40ミリメートル余りにも達する。そのため、ジャンボミールワーム、ジャイアントミールワーム、ジャイアントミールワーム、キングミールワーム、スーパーミールワームなどといった巨大さをアピールする商品名で流通している。学名は、シノニムの Z モリオ、ファブリチウス、1776も、特にアメリカの増殖業者の間でよく使われているので注意を要する。 1990年頃に中国の業者の手を経て日本に導入され始め、1995年頃から日本国内でも増殖業者によって飼育されたものが大量に流通するようになったと言われている。こうした経緯から日本への導入は植物貿易法に抵触する密輸であったと推定されている。もともと日本国内に分布していない種であるためは妙はなかったが、 釣り栄養昆虫の流通状況を調査していた昆虫学者、梅谷ニコン2がこの虫の正体に関心を持ち、ゴミ虫マし科の専門家である安藤清氏に飼育して得た成虫を同定依頼した際に安藤の提案でつやけし用ゴミ虫シしのシのミ名が与えられた。これらの他に類似した生態を示すコクヌスともどきトライベリアムキャスティニアムヘルブスト1797 ガイマイゴミ虫だまし、アルファイトビウスダイパーニスパンツアー、1797のような何種かのゴミ虫だましかのカブトムシが、飼育動物の資料、あるいはモデル生物として研究所や動物園といった専門的機関において飼育繁殖されているが、ペット産業や趣味的動物飼育の世界では一般的ではない。ペットショップやホームセンターで購入できる。価格は、 ジャイアントミールワーム、グレートミールワームともの場合、1匹あたり10から30円ほどである、100匹単位など、大量にまとめ買いすると割引されることもある。上記のように、小動物の資料として飼育されるようになった昆虫であるため、一部がモデル生物として、生物学研究の場で用いられるほか、種として、動物園やペット飼育の現場で名前さとして用される。 資料としての利用には強靭な外皮に覆われているため脱皮直後の外皮が白く柔らかい個体を与えるのが良いとされる。栄養価はカロリーこそ高いもののミネラルなどの栄養バランスは必ずしも良いとは言えない。特にミールワームを主要な名前さとして与える機会の多い爬虫類や両生類のような脊椎道はリン酸カルシウムで構成された内骨格を持つため リンとカルシウムの摂取バランスが重要であり、多くの場合は、リン、カルシウムイコール1、1.5が望ましいとされているが、ミールワームは、リン、カルシウムイコール14、1で、リンとカルシウムの比率が著しく悪いため、カルシウムの摂取上、好ましくない面がある。そのため、資料として使う際には、炭酸カルシウムの粉末を表面にまぶして、ミネラルバランスを矯正する方法、 ダスティングや、あらかじめ、ミールワームに、野菜くずや、ドッグフードなどを餌して与えておき、間接的にビタミンなどの含有量を上げる方法、ガットローディングがよく用いられる。なお、昆虫食の爬虫類や、両生類への飼料としては、ミールワーム同様に室内での飼育繁殖技術が、確立されており、なおかつ栄養バランスが良好とされる二星コオロギや、 ヨーロッパイエコオロギのようなコオロギが中心である。余談だ。これは日本での例であり、植物貿易法が内緒外国では、コオロギと同じ頻度で、バッタやゴキブリが飼料として普通に流通している。そのため、ミールワームは、おやつのような位置づけをされることが多い。しかし、芋虫やナメクジといった地面を這いずり回る。 小動物を嗜好する種については、動きが似ているミールワームへの反応が良好であり、蒸気の理由から主食としての利用は進められいいが、飼育初期の餌付けには有効である。また、コオロギと比べて、カロリーが高いことから、痩せた個体に与えて復調させるのにも良い。飼料として与える、際の注意点としては、獲物を咀嚼する、爬虫類はともかく、獲物を丸飲みする。 両生類においては、体内で内臓を食い破る、被害例、特に、ジャイアントミールワームがあり、頭部を潰して、飼育動物への危害を封じるか、両生類には与えないように注意する必要がある。爬虫類でも咀嚼しきれないまま飲み込む、可能性があるため、頭部を潰しておくに越したことはない。同じ脊椎動物でも昆虫食の鳥類や、哺乳類の場合、多様なサメニュー、 例えば小鳥の場合だと日本では伝統的に様々な栄養バランスを配慮したすりエを与えてきたし小型霊長類のような哺乳類の場合には生餌の昆虫と同時に果物や野菜なども共に与えるのが普通であるため生きた昆虫を主食にするような爬虫類や両生類の飼育のようにミールワームの栄養バランスの問題が取り上げられることは多くない与える際も ついばみや咀嚼、手足で引きちぎるなどの行動をする両者では、被害に特に神経質になる必要もない。その一方、サしガメや肉食性のあり、ジグモやサソリモドキなど、一部の肉食性昆虫並びに、クモ型類の飼育において、ほとんどミールワームを主食にして、飼育繁殖が成り立っているようなもある。2015年には、ミールワームに発泡スチロールを食べて分解する。 能力があることがスタンフォード大学の研究者チームによって発見された。発泡スチロールはミールワームの腸内微生物によって対比とに酸化炭素に分解され排出されていることが分かっている。旧来の2種のミールワームは基本的に小麦を製粉するときに分離されるふすまやパンを粉状に砕いたパン粉を飼料として与えて増やすことができる。 飼育容器の中に襖やパン粉をある程度の厚さに敷き、そこに幼虫や成虫を放せば、幼虫は内部に潜り、成虫は表面を歩き回って生活を始める。襖の表面の半分ぐらいを布などで覆うとなお良い。湿度が高い環境では頻繁に真菌に感染し死亡する。死亡個体は幼虫から蛹成虫まで全てが黒く変色し、 刺激に反応を示さなくなる。放置するとともぐいにより感染が拡大し容易に飼育容器内の全滅を招くため早期に死亡した個体を取り除くことが重要である。産卵はメスが微単を新調して襖の内部に差し込み微小な粘着性のある柔らかな卵を産み込む。ただし動物園などでは栄養価を高めるために人参、 ジャガイモ、ナッパ類のような生の新鮮な野菜などを、ミールワームの幼虫が潜っている。飼育用機内の襖の表面に置くなどして、接触させている。成虫、幼虫ともに雑食性であり、米のゴミ虫だましの幼虫は、慶粉に発生したハエの幼虫を捕食するという報告もあるぐらいであり、植物質とともに、与えれば、キャットフードや煮干しなどの動物質も、盛んに摂取する。 そのため、飼育容器内でサナギになったものをそのまま放置すると、すぐに幼虫や成虫の捕食対象となり、ともぐいを引き起こすので、増殖を行う時にはサナギになったものから、他の容器に移さなければならない。艶消し大ゴミシダマシの幼虫は、全2種よりもさらに雑食性が強く、種子量のふすに加えて、野菜くずを与えるのみならず、動物性タンパク質を与えなければ、 成長は難しく、幼虫同士の共食いも見られるとされる。また、比較的多質環境を好むこともあって、ふすまではなくクワガタムシの飼育に使うような腐食土や、口気を粉砕したフレークを湿らせて住み場剣餌とし、さらに野菜くずや動物性タンパク質を含む小動物用配合飼料を補助的な餌として用いて飼育することも多い。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。